今から次記者会見を始めさせていただきます。最初の記事からお願いします。はい、まず、風疹、梅毒の臨時検査についてです。風疹については9月の5日に、梅毒については11月の14日に注意喚起をしたところですが、依然として流行しています。風疹や梅毒は感染の予防とともに早期発見、早期治療が重要であります。これらの感染症を予防するために臨時の検査を行いますので、ぜひ利用していただきたいと思います。まず風疹の臨時検査は2月の集中取り組み期間として、風保健所において抗体検査キャンペーンを行います。2月の4日、5日、6日の3日間の、夜間、と2月の9日、16日の土曜日の2日間に、妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者、妊娠している女性の配偶者を対象に、臨時の無料の抗体検査を行います。事前にお住まいの地域を所管する府保健所に電話で予約の上、抗体検査を受けてください。なお、政令市、中核市における検査については各市のホームページ等で確認をお願いします。梅毒検査は現在、府保健所で平日に、大阪市内の検査場ちょっとキャストで火木土日、の曜日に HIV の検査とセットで無料匿名の検査を行っております。これらに加え、ちょっとキャストにおいては2月の毎週水曜日の夜間に先着順で結果がその日に分かる臨時検査を行います。詳細は大阪府のホームページ等で情報提供しているので確認をしていただきたいと思います。次に、支援学校等の就労支援の研修についてです。支援学校等では職業コースの設置や企業と連携をした職場実習の充実など就労支援に力を注いでおります。1月の16、17に府と包括連携協定を締結しているセブンイレブンジャパンにご協力をいただき、同社の研修センターにおいて生徒及び教員に対し、実際のレジの使用や接客時の挨拶など販売・接客に関する研修を実施します。支援学校等の生徒にとっては企業での具体的な職場体験ができる貴重な機会となっています。こうした研修の場を提供いただける企業を1社でも増やしたいと考えておりまして、ご協力いただける企業はぜひ大阪府までご連絡をお願いをいたします。最後に、この後15時35分から大道ドリンク株式会社と包括連携協定の締結をいたします。大道ドリンクさんとは、府が実施する各種イベント時や災害時における飲料のご提供はもとより、自動販売機などを活用した府政の PR への、ご協力、など幅広い分野で連携して取り組みを進めてまいります。特に府政の PR については、自動販売機とスマートフォン用のアプリを通信をさせて、府政にかかる情報をプッシュ型で配信をする新しい広報の仕組みとして、公民連携で初めて取り組みます。締結式には私も出席をいたしますので、ぜひ積極的な取材をお願いをいたします。僕からは以上です。それではご質問をお受けいたします。最初に幹事社の毎日新聞さんから。幹事社の毎日新聞の岡崎です、まず1点目なんですけども、はい、風疹の臨時検査についてお伺いします。臨時検査、今年度2度目とのことなんですけれども、今回2回目の検査をあえて設ける理由と、まず現状についても教えていただければと思います。これは昨年、2018年1年間の風疹の患者数の報告数が、府内で、110名となっております。これは前年の11倍であり、依然として、流行していると、このような中で府民のニーズに応えるために第2弾の臨時抗体検査を行うこととしたということです。それともう一点、万博について言っていただきます。昨日、公益財団法人の日本財団の方を訪問されたと思うんですが、万博誘致に関する内容だということをしているんですけれども、どのようなお話をされて、また今後、万博協会新組織も誕生すると思いますけれども、協力や期待することをどのようなことを求めていきたいことがあれば。日本財団さんにはですね、これ万博誘致にあたって、日本財団さんの持つ、世界とのつながり、こういうものを活用いただきまして、非常に誘致推進にご協力をいただきました。そのことを笹川会長にお礼を申し上げた
ということであります。で、新しい、教会については国、自治体、経済界それぞれの長所、これを生かしながら、特に若い世代や意欲ある中小企業など民の発想アイデアを広く取り込んで、スピーディーに、まあ、実行できる、そういう体制を築いていきたいと思っています。西田から以上です。ありがとうございました。それではご質問を続けてお受けいたします。ご質問よろしいでしょうか。すみません、日経新聞の堀越です。はい、万博の絡みなんですが、以前知事70年の万博基金をですね、活用をしたらいいんじゃないかというお話してましたけれども、ちょっと改めてお考えと、それに向けての何か動きといいますか、話し合いとかですね、なんか、それ以降なさってるのかどうかちょっと教えてください。まあ、年明けね、経済界の皆さんと、ちょっと、じっくりといろんな話をする機会がありました。各、大阪経済界の代表の皆さんとね、その皆さんとの話の中でもね、これ、70年の万博、それから花博ね、そこで、こう生み出した、まあ、資金をこれを2025年活用することについてはどなたもね、それは考え方として、まあ賛成をするというようなことでした。要は今度2025年の万博でまたしっかり稼いでね、将来世代にその生み出した、こうお金をね、将来世代に送ってあげたらいいわけなんで、だから今1970年の万博、それから花博でその資金置いといてもね、これ要は、その資金を管理する団体の運営費だけの話なんでね、じゃなくて、やっぱり、2025年に、その過去の、そういうこう資金をね、投資してもらってしっかりと、いい万博を、まあ、圧倒的な世界驚く万博を実行して、まあ、そこで出てきた、プラスアルファ、まあ、利益、これをまた次の、ね、世代に送っていくという、ごくごく僕は普通の話だと思ってますんで、経済界の皆さんもそれは了解いただいてるんで、その方向で、国、それから経済界、そして今資金を、まあ、お預かりいただいているそれぞれの団体と協議を進めていきたいと思っています。残高が190億ぐらいですかね、あったと思うんですけども、そのうち そのどれぐらいをとかっていうイメージっていうのはありますか。いや、だから各団体の、まあ、維持管理費、これはやっぱり多少必要になると思います。だからそこはこう配慮をした上で、それ以外の資金を投資してもらうと、こう思ってます。それでは次のご質問をお受けいたします。共同通信の本田と言います。法定協の、開催が11日の午後ということで決まりまして、まあ、当初午前中から、まあ、6時間コースということでやる予定だったんですけれども、まあ、大都市税財政を入れることで、まあ、午後からということになったんですけれども、まず、まあ、11日に開けるということで受け止め、まずよろしくお願いします。まあ、これ当初ね、午前中からって、当初は彼らは反対だったわけでしょ。11日を開催させないようにしようと。その理屈は、要は、在特委員会、大阪府のあれ大都市税財政委員会、がまだ開かれないとかね、いうのを理屈にしてた。こんな短期間でそういう日程が作れないということを理屈にしてて、ね、だからやれるじゃないですかという話です。結局心のもう本音の部分では、時間切れ廃案に持ち込もうということで、まあ、要は引き延ばし作戦やってたということが、またこれでもはっきりしたと
まあ、いうことだと思います。だからまあ11日開催されることは我々はもうウェルカム、だってそれが僕は今の議会のメンバーの議員の皆さんの責務だと思ってるから、うん、要は議員の選挙で一度リセットされるわけですから、議員はそれぞれ身分を、だから法廷協議会を設置をした。で、法廷協議会の目的は、法廷協議書をこれを完成させること、うん、その完成させることまでが今の議員たちが決めたわけです。今の、その議席を持たれている市会議員、副議会議員が、まあ、その人たちが自分の、任期の間に、これを仕上げるのは彼らの、もう要は、の責務だと思うね、うん、それが彼らの与えられた責任なんで、うん、だからまあ無理やりでも何でもね、11日に開催できるということはこれはもう大歓迎だから、今11日それから僕と吉村氏は11日、23日、29日、こういう日程を今お願いしてますんで、これはもう夜でも結構ですからね、11、23、29と、こういう日程の中で、協議書の、具体的な議論をして、今の議員の皆さんの責任において協議書を取りまとめてもらいたいと思っています。今のお話ですと、大都市税財政、まあ、これまでの慣例でですね、まあ、法律提供の後は大都市税財政、そして法提供という順番でやってきたっていうものを、まあ、大都市税財政今回求めたっていうのは、ある程度抵抗として、知事としては捉えられているんでしょうか。いや、これできるじゃないですか、じゃあ、ね、大都市税財政は大阪市議会が、こう、同意すれば、過半数の合意があればやれるわけでしょ。うん。で、もう僕は何度も言ってるように、大都市税財政と法提供は、これはまあ、別のもんです。別のものだから、法廷協議会は法に定めて協議書を取りまとめる責任があるんだから、これは今の任期の間にきちっと、仕上げてもらうと、うん、でどうしても市会議員の皆さんが大都市税財政をその間に、挟みたい、入れ込みたいということであれば市議会において、合意を形成して、開催すればいいだけだと思ってます。だから大都市税財政が開かれないから法提供できないなんていうね、その理由そのものが僕はおかしいと思っています。今、23日と29日という日程を今知事から提示されましたけれども、うん、これが1月中の2回で、また2月にもう1回やってもう取りまとめには入れるという認識なんでしょうか。23日できれば法廷知事市長案の4区案の各区名ね、これについて、まあ、了承を得たい。だから、まあ、同時にその23日そういう時間的十分な余裕があれば議員の定数、で議員の身分保障、こういうものも各会派の意見を聞いて、決定していけばいいと、大体そこまで決まってくればね、まあ23、29その次あたりで法廷協議書の取りまとめはこれは完了すると思います。今日午前中公明党の、新春年賀会がありまして、まあ、その中で、まあ、総合区の議論も、今後していきたいという、意向が佐藤代表からは示されているんですけれども、まあ、総合区の議論について入れ込むとするともう1回2回必要になるのかなと思って、その辺どうでしょうか。総合区については我々は公明党さんが提案している8区合区を含んで8区、これは吉村市長が公明党さんの意見を聞いて合区の、案を示しながら、作った、わけですから我々はもう賛成をいたします。はい、我々その前に住民の皆さんに特別区の是非を判断していただきたいと申し上げているだけなんです。総合区については公明党さんと、まあ、これまでも公明党さんから総合区に賛成してほしいというそういう申し入れいただいてますから我々は特別区が否定されれば総合区についてはよりベターだということで公明党さん案 に、に賛同した、こういう意思表示はもうこれまでもしてきてますから、うん、だから、それこそ、総合区案についてはねこれは公明党さん主導で、法廷協で、そのことを、取り上げられるもこれは否定はしませんがね、総合区案が
あの議論がちょっとこう要は不十分だからと言ってね、法定教育機会での特別区案を引き延ばすことはやめてもらいたいと思ってます。総合区案の議論と、まあ、特別区案の議論というのは、まあ、別として考えるということでしょうか。中身が違いますもん、総合区と特別区は、うん、先に特別区の話を、まとめてしまって、その後公明党さんと、まあ、ある程度総合区の話をしながら、それについては賛成をするということ。いや、そうですよ。これまでも公明党さんには総合区にを、我々は賛成しますんで、特別区に対する住民の賛否はこれ住民投票をやらしてほしいということをこれまでも何度も申し上げてきました。ABC の田中です、うん、今日午前中の公明の新年の年賀会なんですけれども、うん、今年は欠席をされたということで、改めてその欠席の理由っていうのをお聞かせいただけますでしょうか。改めてって、今公明党さんとの、こう約束を僕我々保護にされてる立場でどんな顔していくんですか。で、新年から言ってね、おめでたい席でね、この公明党さん嘘つきましたやんなんて、そう大人としてこれはちょっとそういうセレモニーを邪魔しに行くような話なんで、それやっぱりいくらなんでもね、大人の対応とは言えないんで、それはよくね、こうやっぱりこうお祝いに駆けつけて来られている出席者の皆さんにも申し訳ないから行かなかったということです。でそんなところでもそのお弁ちゃら僕よう言いませんからね、うん、ありがとうございます。ちょっと別件でですね、 IR についてなんですけれども、うん、知事去年ですね、年明けから IR の事業者については選定の作業を始めていきたいというようなこともおっしゃってましたけれども、うん、そのスケジュール感っていうのは変わりはありませんでしょうか。いや、これは全く変わりありません。これは IR 推進局の方でまずは、年明けからね、それは僕と吉村市長が表敬訪問を受けてますけども、事務局は、さらに具体的なご提案を、各事業者と協議をしていますから、まあ、それをまとめて、経済界の皆さん、それから有識者の皆さん、そういう皆さんも入っていただいて、こうまずプランとしてどこを選ぶかということを春からやっていきたいと思ってます。春からっていうのはもう新年度からやっていくっていう形になるんですか。そうですよ。それはだから今事務局とすればね、これは皆さんにこういう案が出てるっていうのはこれ言えませんけど、これは相手守秘義務がありますから我々も、でももう事務局はそういう尋ねてきていただいてるさまざまな IR 事業者と具体的な協議をやっております。ありがとうございます。ご質問ございますでしょうか。すいません、NHK の野上です、うん、ごめんなさい、話もらうと公明党の新春年賀会なんですけれども、うん、ごめんなさい、今日知事市長は欠席されましたけれども、で大阪市は副市長も含めて、どなたも出席されませんでした。で大阪府浜田副知事が出席されましたけど、うん、そこっていうのは狙いっていうのはどういうところなんでしょうか。いや、これは大阪市の場合はルールとして選挙前は政党の会合には出ない、要はお役所の人たちがね、だからそういうルールを作ってるらしい、うん、だから政治的に吉村市長が出席するのはこれは政治家吉村、ね、広くとして参加するわけだから問題ないけども、役所の人間としては統一そういう統一の統一選挙前は出ないというルールを作ってたらしいから、だから大阪市の副市長は出なかったと、大阪府はそういうルールになっておりませんから、これは行政の、まあ、代表として、行政としてはこうご案内をいただいたから、うん、大人の対応をしているということです。公明党側からは、うん、一応はこう知事がまだ交渉の余地を残しているからこう、まあ、副知事を出したのではないかというような声も聞かれているんですけど、そういう狙いというわけではなくて、交渉って何なの。
僕が言ってるのは合意書に基づいて約束を守ってほしいとだけですよ、ええ、何を交渉するんですか、うん、僕がお願いしてるのはそれだけなんで、あとは公明党さんがどう判断するかです。だからさっきも言ったように、あの議会はリセットされるんで、統一地方選挙で、でこれリセットされないというのはね、それこそ議会の、毎こう議員のね、慢心です。それはだって通るか通らないかなんか分からないんだから、うん、だから議会はリセットされるんです、4年に一度で。リセットされるんだから、リセット前に、その任期中に約束したことを、実現する、実行していただく、それが議会の使命じゃないですか。他にご質問ございますでしょうか。あ、すいません、朝日新聞の記事です、はい、ちょっと先ほどの話のちょっと確認で、公明党は総合区の議論を望んでいるようなんですけれども、知事としては総合区の議論もしてもいいけれども、その前にまず都構想案をまとめた上で総合区の議論をその後するっていうような考えなんでしょうか。まあ、もちろんそうですよ、そういう公明党さんにはそれをずっと伝えてきました。だって総合区可決成立してから特別区を住民投票というのはこれ順序が逆になりますから、だからまずは特別区案をしっかり固めていただく、うん、総合区案は、公明党さんが理想とするものに我々賛成するって言ってるんだから、だからこうその公明党さんにとって我々は約束は破りませんから、公明党さんが総合区を不安に思う、理由は何もないと思います。あと府本部の佐藤さんがですね、維新側から、要請があれば協議も拒否するものではないと、協議を するのもいいと言ってるんですけど、ぜひ佐藤さんに言っておいてください。僕が求めてるのは約束を守ってもらうだけです。協議ってそのまずはきちっとした約束があったかどうかを、佐藤さんがはっきり確認していただいて、あったんであればこの約束をどこを変えるのか、それはいつも言うように相手にボールは持ってるわけだから、ないボールをこちらから投げ返せません、もう約束守ってほしいと、それだけ伝えておいてもらいたいと思います。あと23日29日って日程を出されましたけれども、知事はずっと約束が果たされなければありとあらゆる手段ということをおっしゃってるんですけれども、そこはこの23日29という日程の進行の中身を見てそこを判断するということですか。いや、もうだから議会がリセットされる前に協議書が取りまとめるかどうかですよ。リセットされない、されることを分かった上でね、協議書を取りまとめないために時間稼ぎするのはこれは政治家としてもう本当に職も職責放棄じゃないですか、だから今現任期の皆さん、これ4月まで、任期あるわけだから、その自分たちのその任期中に責任ある、その議員であるうちに法定協議書を取りまとめてもらいたいと思ってます。わかりました、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。さあ公明の佐藤代表が府本部代表が昨年知事が参院選後でもその公の場で公明党と維新でその合意できれば可能性としてはあるという話をされたということで、それについてはそのきちんと維新と協議できればその検討したいというような発言を今日あったんですが、これについてはいかがお考えですか。その前それはね今の佐藤さんの言われるのは僕が議会で、所信表明の中で言ってる話だと思うけどね、僕の任期の中で都構想を実現させたいという
そういう議会の所信表明で議場で僕が挨拶してる文章を取ってそう言われてると思うけど、要は法定協議書をまとめるのは議会なんだから、議会なんだから、だから議会のリセットの時間までの間これどうするんですかと、今の議員の任期中にまとまってないもんをもう一度一からやり直さなければならないわけだから、リセット後ね、その、そこをね、こう要は横に置いたままね、この住民投票の時期だけ決めようよと、そんなのは無理でしょ、だから今のまず議会で、今この法定協議会を設置することを決めた皆さんがしっかり法定協議書を作り上げる、これを約束いただけるかどうかですよ、でその後にね、参議院の選挙ではやっぱりちょっと党としてね、こうもう少し時間こう後ろに伸ばせないかという、そういう話し合いならまだしも、僕は今回公明党のね合意書をオープンにしたのは、今の任期中に法定協議会を法定協議書をうやむやにするというね、そういうことを言われたから、オープンにしたわけですからね、だから法定協議書がまずは、この今の議員の任期中にまとまるかどうか、ここが大前提になります。ただそのボールは維新側にあると、でいやどう見ても向こうにあるでしょ、だから僕が言ってるのは約束守ってよって言ってるだけなんで、佐藤さんがどこにボこっちにボールあるっていうのがもうよく分かりません、まずは、合意書についてどういう対応するのか、これを佐藤さんが正式にやっぱり表明すべきです。その佐藤代表のおっしゃるような協定し参院選後に党同士での公の約束がもしできるかもしれないとしても、協定書の公認期中の締結っていうのは、締結というか作ることは譲れない一線だと。だってリセットした後の議員の構成って誰がこれ約束できるんですかね、皆さん、リセットして選挙後の議員の構成こうなるって、そんな誰か約束できる人いてます？これもうもちろん僕もできないし、佐藤さん約束できるんですかね、例えば何でも反対の自供で今関数なればもう法定協議会そのものをできないじゃない、協議書取りまとめれないじゃない、その時にいや公明と維新だけで参院選後でいついつって住民投票の時期約束したって、そんな不安定な約束ってあり得るのかな、まさにこれ机上の空論なんじゃないの、やっぱり政治は現実に、こう基づいて動いていくわけですから、だから統一地方選挙のね、地方選後の、各会派の勢力によって、各会派の勢力を今予想できることはないわけですよ、だから今の今そういう府民から負託を受けられている議員の皆さんが法定協議書を取りまとめる、当たり前のことを僕は申し上げているだけなんですけどね、佐藤代表、慎重かつ丁寧な議論を尽くすことを前提に住民投票は我々視野に入れているという発言まであったんですが、これまで年末にかけてかなり強い発言が相次いだと思うんですが、それに比べれば少し軟化しているようにも見受けられるんですが、いや僕だからそれね、佐藤さんも公明党の代表なんだから、もうそういうこうなんていうかな、抽象的なねふわっとした発言じゃなくて、もうはっきり具体的に、こうおっしゃっていただきたいと思ってます。僕はもう極めて具体的にね言ってるつもりです。とにかく合意書の内容を守ってもらいたい、それは今この法定協議会を立ち上げた、ものの責任として今の議員が法定協議書を作り上げる、これは当たり前の話を申し上げてるんで、そこを了解していただけるかどうかです。交渉について前向きだというメッセージとは捉えられないですか？
え？今後の交渉に前向きというような。それ交渉ってあれでしょ。やっぱりこう皆さんの目の前で交渉しても僕は同じこと言うだけですから。でそれをもう何て言うかな今までやはり政党としてこれはやっぱり水面下の交渉もあった。でも水面下の交渉でここだけは守ってもらいたいというのが合意書ですから。でこういう合意書の内容を保護にされている今ね、その佐藤さんの、おっしゃってることをね僕が拡大解釈して、これは飲み込むことはできません、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。関西テレビです。佐藤さんがその年末に、維新側にボールを投げてるんだみたいなことを今日おっしゃってたんですけども、その中身というのは今も知事が言われたようなその合意についてのことなのか、中身については佐藤さんはおっしゃらなかったんで。年末っていつですかね。年末のうちに投げてますという。いや僕はそれもまた佐藤さんちょっと違うと思いますよ。だって僕は合意書をオープンにした後佐藤さんとはお話はしていません。知事に直接じゃなくてもそういう話誰にも来てないという感じでしょうか。いやこれ相手も公明党府連代表なんですから、ボール投げるんなら僕に投げないとダメなんじゃないですか。代表同士の話で幹事長同士の合意書はこれはもう向こうに破棄されたわけですから、中身をね、携帯の着信履歴皆さんにお見せしてもよ、僕のところに、僕が、合意書を表にした以降佐藤さんから連絡はいただいてはおりません。だからそういうことを言われると余計不信感湧くのよ、いつ投げてもらったんかな。他にご質問ございますでしょうか。あ、読売新聞です。最近 IR の話に戻るんですけど、プランを、プランとしてどこを選ぶかというふうな発言なんです。これもうプランとしてここの事業者の提案のプランをおそらくとしてやるということを決めるということです。そうですね。まずはね、大阪側はこのプランをやりたいというのを決める。最終的にこれ法律に基づいて、事業者決定になるからね。だから今の法律、今の国の動きを見てるとどうしても秋ぐらいに、正式決定になってくる。秋かもう要は10月11月ぐらい。それではね24年も本当に間に合わない可能性が上がる。だから、我々としたら夏までにね、それは IR 事業者にも多少リスクは持ってもらいます。そういうプランを作るにもタダでできるわけじゃないから。でも彼らもビジネスなんだから、そういうリスクを取って、より具体的なそういうこう計画書、これを、作っていただきたいということです。それができてれば要は決まった瞬間からさまざまな実動に入れますから。法律だと、公募で選ばなければいけないだとか、そういう事業者選定のプロセスについてもいろいろ規定があるかと思うんですけど、それと基本的には矛盾しないというか反しないっていうこと。いやそれはもちろん大阪府市としてそのプラン公募してるわけですから、これは公募にという法律の趣旨とは反しないと思ってますけどね。その、公募するにあたってはその元となる実施方針だったり、さらにその元となる国の基本方針だったりっていうのが基本的にそれぞれにこう沿った範囲の中での公募という形になるかと思うんですけど、その一番大元となるその国の基本方針というものがまだ示されない中で、それに沿った形での公募というのが実際できるものなんですか。いやこれは決定ではないけど国の基本方針大体見えてきてますから、皆さんもいろいろ取材して出している通り、今基本方針は要は骨格の部分については見えてきてるんで、あくまでもそれに見合うという、そういうこう予測のもとでプランをしっかり作っていくということです。
まあ、それ確認ですけど、位置づけとしてはその法律で定められた公募の手続きをこの、まあ、春から春というか、まあ、とあの春から始めるということです、うん、プランのね、プランのプランの公募、事業者そのものの公募というよりもそのプランの公募、はい、そうです。でもまあプランの公募というのは事業者がそれ実現するわけだから、やはりそのプランの優越っていうのは、実際に決定するときに、これはまあ大きな判断材料になりますよね。わかりました。他にご質問ございますでしょうか。はい、うん、木原さん、はい、ABC の木原です。都構想の関連でお伺いしたいんですが、はい、うん、一昨日吉村市長がこのままの状態で統一選に突入して、うん、維新で府議会市議会で過半数を取れなければもう事実上都構想は無理だという形で、まあ、実情断念するという趣旨のことをおっしゃいましたけれども、うん、知事も同じ考えですか。うん、それはそうでしょうね。一昨日の状態で、公明党さんが例えば今度の11日のもう法定協もボイコットで、法定協に、定数満たずで、この法定協開かれないということになれば実際にはできませんよね、協議書を、取りまとめることができません、うん、だから、公明党さんの、一昨日までの、状況であれば吉村市長はそう判断するのは仕方ない話かな。でまた今日は今度変わってきてますからね、うん、だから法定協議書が取りまとめるかどうか、ここが一番のポイントになってくるんじゃないですか。一昨日とは状況変わってるという認識をお持ちなんです。だって一昨日までは皆さんももうこれは法定協議開かれないと言ってたじゃないの、うん、ボイコットするって言ってた。公明党さんも全然大都市税財政開かれへんからこんな乱暴な運営は断固反対と言ってて、うん、それが昨日の時点で変わったわけでしょ、うん、ただ公明党さんがその7月、うん、参院選以降の住民投票であれば考えると言っている中でね、うん、いや考えるは今まで何度も言われてる。統一選で過半数取れなければ諦めるというのは自ら退路を立っているようにも思いますけれども、いや自ら態度ってその考えるっていうのはやめとくっていう考えも出るわけでしょ。そこで考えるだから、うん、だから僕らもそれで何度も振り回されてきたわけですから、うん、もう何回もそのこちら側にこう我々がこうなんていうかな、優位な我々にとって、こうプラスになることを我々は想像するけど、それと違うような答えが今まで何度も出てきてるんでね、うん、だからもうその抽象的にね、まあ考えるかなっていうのをねに、そのままそれを、こう全て納得するということはもう無理だと思いますね。それともう一点、先ほど来統一選後の、ね、議会構成は保証できないとおっしゃって、それはその通りだと思うんですが、うん、ただ統一選後に維新公明で過半数を取れないような状態で住民投票をやってもとても可決がおぼつかないと思いますけれども、うん、そういう意味で、今退路を断ってしまうのは早すぎるんではないかと思いますけど、それはいかがですか。いやまずでも政策を実現する、公約実現するためにはやっぱり議会の過半数をまず目指すことはしないと、目指すことも諦めたんでは、これは問題を解決できないじゃないですか。それやってみる、やっぱりそこに向かって一度チャレンジするというのは僕は政治家として当然だと思いますよ。それはダメな、やってもダメやった場合どうするかと、それを今考えてももう仕方がないんじゃないの。まずはやっぱりチャレンジはしないと、これ今のままじゃ、このまま、もう今の協定書を取りまとめてしまえば、何度もお聞きしてますけれども、専決が可能になるので、多分反対派はそれを恐れてるんだと思いますけれども、うん、そういう意味で今で絶対に専決をしないとおっしゃれば状況は変わると思いますけれども、専決処分はしないということはおっしゃれば。専決は全く考えておりません。要は協定書が取りまとめたというのは、今の任期の議会の意思がはっきりしたということです。で、議会の4月以降構成変わりますけど、
これはやっぱり新たに出てきた人たちが全議会の意思をすべてね、これ放棄、できるかな。それは何かというと、法定協議書というのは議員に決めてもらうんじゃないんです。住民に決めてもらうことを、議員の構成が変わったからって議員がそれ握りつぶせるかどうか。僕はこれは良識ある議員であればなかなか握りつぶせないと思います。議会で決めるんなら、要はリセットされて反対派が多数取った場合、そういう人たちが握ることもできるかもしれません。協議、出来上がった協議書、法定協議書を是か非かは決めるのは住民の皆さんなんで、だからこれは直接民主主義なんで、これは新しい議会の皆さんもどの構成になっても、これは握るということは、それを潰すということはやっぱり、大きなこうリスクを抱えた判断になると思いますからね。今の知事のおっしゃってることは、つまり協定協議書さえまとめてしまえば過半数が取れなくても議会は覆すことはできないというふうにおっしゃってるように。いや、覆すにはそれなりの覚悟がいると、議会の皆さんも。それは僕もそれは、もしその時に僕が、協議会、まあ、知事であればね、それ議会の皆さんにそういうことを言いますもん、皆さんこれ住民の権利を奪うことになりますよと、それが例えば共産党過半数でもね、まあ、共産党やったらもう乗ってこないかもしれないけど、住民の権利を奪うわけだから、それを議会としてね、なきものにするというのは、議会側もそれなりの、まあ、プレッシャー、それなりにやっぱりリスク抱えた判断が必要になってくると思うんで、そこはやっぱり、選挙に選ばれるものとして常識的な判断をすると思いますけどね。はい、他にご質問ございますか。よろしいでしょうか。それではこれで終わらせていただきます。ありがとうございだって何度も言うように何の連絡もないんですからどうやって会談を持つの。向こうから今回そういう連絡が仮にあったとしたら、だから仮にあったとしたらここで言ってることと同じことを言うだけ、要は、合意書に基づいてそこだけ守ってほしい、それ守ると言っていただいたら皆さんに報告します。合意書なんですけれども、一応今日佐藤代表はですね、棚上げ状態ということで、公にされない前提で作ったものを公にされているので、合意書については今棚上げ状態だというお話をされているんですけれども、そして先ほど破棄という、ほぼという表現をしていらっしゃるんですけれども、合意書の今、取り扱いについてはどういう状態になるんですか。いや、取り扱いって、その僕もね、そこがまた不信感でるのね。要は表に連約束やったらこれどうやってこうその約束の正当性は誰に判断してもらうんでしょうね。それは表に出ない状態っていうのはお互い納得の上で約束が守られているということを認識している時ですかね。でその約束が違えられたと思うのに表に出さないっていうのはそもそも約束としておかしいんじゃないの。だって約束ありますねんって僕がいくら皆さんに言っても皆さんなんて言うんですか。あるんだったら見せてくれって普通言うんでしょ。
でその時に政治家だから政党だからあるものも見せれませんって言ったら嘘ついてるの僕じゃないですかそれ、あるけど見せれないというのはこれはないということですよ、だから僕はあるものはあるということで皆さんにお見せしたということです。だからあの表に出さない約束ってそれは約束がお互い約束が守られているという認識の間は出さないということです。だって約束が破られた時用に作ってるわけだから合意書は、だからそれを、皆さんにお見せした。だから佐藤さん何言ってるか僕ちょっとわからないそれ、改めて合意書の遵守というかですね、この時に合意したんだからということで、大統領としては破棄とかいう表現をたまに使うこともあると思うんですが、合意書についてはまだ有効という認識を、合意書っていうのは僕は有効だと思ってますよ。ただその合意書に基づく行動をしていただかないと合意書が要は有効に機能しているとは言えないじゃないか、合意書の存在としてはまだ有効で存在しているけれども、それに合った行動を公明党さんがしていないという認識だから あの合意書を皆さんにお見せしたと、だからそういうことですよ、次の質問です。今議会任期中に協定書の取りまとめの大前提として、住民投票の実施時期については、以前と再選同日というような話もされてたんですが、今の考えは、だから実施時期についての話を任期中の、解釈の違いとおっしゃってるわけだから、だからそこは法廷協議書が取りまとまるということであればね、話し合いはやっぱり、するべきかなと思ってます。ただ僕はやっぱり参議院選と一緒でやることで経費は抑えられて参議院選挙の投票率も上がるんだから、否定する必要ないと思うけどね、公明党としてその参議院選に注力したいというような考えも分からなくはないというか、相手の事情ということであれば、そこはね、一方的に我々が、こう押し切ることはできない部分なのかなとは思いますけど、ただもうそれもこれもまず合意書という約束の中でね、議会がリセットされる前に協議書が取りまとまるかどうかです、それないのにどうやってその信用して参議院選後の住民投票ね、をこう何ていうかな、我々としてはそれはをに対して信頼できるのかと、それは合意書もできてない中で信頼できないじゃないですか、それこそ新しい、議会で判断することやと言われてしまいます。次の質問で先ほど公務で質問出た佐藤代表の言う年末の提案っていうのを、21日に会談をした時も含めてその提案はなかったって言いました。その21日に協議をして以降その佐藤代表とは連絡を取ってないっていう日が大変だったけど、その21日当日についても、その佐藤代表からの提案、いくつかの提案という、いやだからそれはあったよ。だから提案じゃなくて約束を保護にしますという宣言やね、あれは。だから今議会では協議書はまとめない、もうこの時点で保護にされてるじゃない、それを提案って言うなら僕おかしいと思いますよ。今議会で議長をまとめない。まとめない。じゃあいつであればまとめるとかそういう話はあったんですか。これ議会選挙が終わってからまた新しいメンバーでまとめましょうと。そんなリセットされるのにどうやってまとめるんですかっていう話になるよね。こっちは。だから提案じゃなくてもう約束はもう約束は約束として。あるけど、うちはもうその約束を守れないという宣言をされたということです。それは、
まあ、認識として今向こうは提案だというし、なんか代表が、いや、それは普通一般常識でそれ提案かねそれが提案というんならもう読売新聞のいろんな提案もおかしい、それが提案やったらおかしい。新しい議会でまたじゃあゼロベースでその議論したいみたいなことを言ったということですか。新しい議会で、まあ、維新公明が、まあ、過半数であればいろんなまた展開が見えてくるやんかという話はありました。ただ新しい議会で維新公明過半数で誰が保証するのと、うん、そんなもう僕はもうそういうこうちょっとそれを決めるのはね有権者ですから、うん、だからそのリセットされた号の話をねいくら言われてもね、はいそうですかってそんな無責任な返事は僕は よしませんね。選挙の後にまた協議しましょうということであって、選挙の後からそのいつまでみたいな、そういう期限、それとか知事の任期とか、市長の任期っていうのが、そういろいろあるわけですよ。いや、向こうはその我々の任期って言ってたんで、その任期内に、こう、すべて固めて、実施すればいいじゃないのって話あったけど、そのすべて固めることすら、4月まではやら今の現任期でやらないと言われてるんだから、それどうやってやるんですかっていうのがもう、全く答えがなかったところです。わかりました。はい、次の質問します。これまで参院選までに住民投票を押しているところにこだわられていたと思うんですが、それの中で相手の事情というところまで、まあ、そこまで話題を押し切れないと先ほどうん、いや気持ち変化したというか、公約を実現させるためにうん、我々としては、まあ、突っぱねるところとやっぱり妥協するところ、これを組み合わせていくということを考えたときに、まあどうしても参議院っていうね、と同日は公明党としてここだけは向こうのここだけは譲れない線であれば、うん、これはやっぱり我々としてもそこをこうそこに配慮するのもこれはやっぱり政治の世界ではありかなと思ってるだけです。ただ我々がここだけは譲れないのはもう今の申し上げたように法定協議会を作り上げた任期のそういう議員の皆さんが協議書をきちっとまとめるところ、これはもう我々は譲れないところです。他にご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれで。